はい、皆さんこっちは入り立て浜コーヒーの浜のですえ今日はですね、えー、僕自身前からちょっと気になっていたあ内容テーマについてお話をしようかなというふうに思うんですがそれは一体何かというとですね、えー、コーヒーの、ま、エイジングとかうーん、ま、熟成なんていうふうに呼ばれたりするその焙煎してからのその、ま、日数について、えーま、こうね動画を上げられている方がいるんですが、ま、そういう動画 を見てて僕はどううう思っいるかというよなうな内容なんですね、えー、つい先日、えー、お問い合わせいただいた内容が、えー「最近コーヒー豆のエイジングについて動画を上げている方がいますが焙煎後すぐは美味しくない」とか「何日目以降が美味しい」とか、まあ、そういった内容を上げている方がいますと。で私も浜さんの動画を見出してから自分で焙煎をするようになり それままでで飲飲んでいたたコーヒーヒが飲めなくなくりました以前は自家焙煎店でコーヒー豆を購入していましたがおそらく何日か経ったものだったんじゃないかと思います自分で焙煎するようになってからは焙煎直後でも十分美味しく飲,むことが飲めることができそれまでコーヒーを飲めなかった嫁さんや両親もブラックで飲んでもらってます 私はそんなに日数を置いていない方がいいと思うのですが浜さんの見解をお聞かせくださいという内容でしていやこれはですねまああのそうなんですよねえー、焙煎直後よりも何日か経った方が いいというような動画の内容スタンスのね、えー、内容にされている方が多いように見受けられます。でこれはですねあのやこういう動画ってあんまり今までなかったんじゃないかなというふうに思うんですよね。というのはあの僕がまあだいた2年ぐらい前からですね、えー、YouTube でこう動画を上げ始めてまあ鍋の焙煎とかね焙煎機でね焙煎したりしたのも撮ってますがまあ要するにその鮮度ということをまあ 全面に掲げててですすね、えー、やっておりますで僕はいりたてという名前をですねこの店の名前にも入立「いりたて浜コーヒー」って付けてるんですけども、まあ、こういりたてということを、えーまあ、まあ強調しないといけないような状況だったわけですよコーヒー業界全体がね自家焙煎って言ってても,もういつ焙煎したのかよくわからないような売り方してますし。ねえー、やっぱりその ユーザーザ側というか、ね、消費者目線で見ますとあの自家焙煎のお店焙煎機をね、えー、置いて焙煎しているようなお店だったら、まあ、当然、ね、鮮度がいいコーヒーが買えるだろうと思って買いに行く方も、まあ、少なくないんじゃないかなというふうに思うわけですよね。少なくとも僕はそうでしたから、えー、いつ焙煎してるのかよくわからない豆を買わされた身になってみればですねやっぱりこう騙されたとか。 あそういうふうに僕がま,ああのまさに自分で焙煎を始めた時にあ入りたてのコーヒーってこんな香りがするんだと、ねえー、こんなに美味しいのかということをやっぱり、まあ、自分で体験をしてからですねあこれはねあの もっとと広めたいいこの素晴らしさっていうかね、えー、焙煎することの、まあ、楽しさもそうですし焙煎した後との、ねえー、この鮮度のいいコーヒーですよね鮮度のいいコーヒーの、まあ、香りとか味の素晴らしさこれを広めていかねば、えー、いけないんじゃないかというふうにまあこうね思いまして。 まあ、コーヒーの活動をね、えー、やってきたわけですけどもでお店を構えて豆を売ったり喫茶営業をしたり、えー、するっていうのは、まあ、そういう鮮度の良さを、まあ、伝えるための、まあ、手段の一つなわけですよね。えー、入りりててののコーヒーヒっいいうううはこういう香りがするんだよとね、えー、砂糖ミルク入れ,ない入れないと飲めないっていう方も、あのー、もしかしたらねいけるかもしれませんよっていうことで、まあ、いろんな方でこう飲んでいただいてきたわけなんですけども。あのー そうなんですよこの「入りたて」という言葉の定義自体がねまあちょっとぼやっとしてますからまあ普通「入りたて」って聞くと「まあ何々たて」っていうとねもう焼きたてとかね、えー、まあわかんないですけど炊きたてとかまあいろいろありますよね。えー、やっぱり「入りたて」と聞くと焙煎して直後ね、えー、焙煎した当日であるとかまあ翌日ぐらいまでが「入りたて」と言える。 のじゃないかなと、まあ一般的なねこの言葉の意味としてはね、えー、というふうに認識はしてます。ね、えー、でその言葉のまあ言葉尻を取ってというか、あ僕がこう入り立て浜コーヒーというこのね入り立てという言葉をこう強調しているわけですが、要するにその入り立てのコーヒーっていうのよりもまあ一週間とかまあ何日か経って たやつの方がいいというような意見はこれはまあ理解できるんですけども別に僕ねその入り立てじゃないとダメとかそういうつもりで言ってるんじゃないんですよえ入り立てもいいけどもそのなんていうんですかねその一週間ぐらいの間に飲んでいただいたら僕はこうあの美味しく飲んでいただけますよっていうことを言ってるんですよね えー、僕の、あのー、個人的な感想としてはこれ焙煎の度合いによっても違うんですけども浅、えー、入りとか中入り焙煎度の浅い豆はあのー、ちょっと長めの期間を設けて頂い,いてもいいかなというふうに思うんですが、まあ、平均すると平均するとね大体1週間ぐらい、えー、僕の、まあ、個人的な、あのー、好みとしては焙煎後56時間後ぐらいからね えー、3日4日目ぐらいまでがピークですよね、えー、浅めのコーヒーともうちょっと長くも持つかなという気はしますが、まあ、3日目4日目ぐらいがピークでそこから徐々にこう、ね、香りが弱くなってきたり、えーまあ、ちょっとねこう変質していくとかいうような感じの期間だと思います。 お思いますですのでハマコーヒーでも1週間以上たったやつは売らないようにしてますし、えー、1週間まででもあの日が経っていくごとに、まあ、お客さんに売るタイミングとしてはですね焙煎直後のものではなくなってくるわけですからあ当然まあその入りたての価値というのは下がってくるわけで、えー、3日目4日目5日目と日が経っていくごとに10%オフ20%オフ30%オフと、えー、店で売る分はですよあのー 日が立つことに安くしてていってますそれはもううちの入りたてということのまあ,あメリットを享受できなくなっていくわけですからね入りたてのコーヒーを買えばその当日の香りも翌日も、うん、ね3日目4日目の香りもずっと楽しめるんですがこれ3日目の豆を買えばですね えー、3日目4日目5日目7日目とだんだんこうね日がたっていっちゃいますからね、えー、すぐ飲む方はいい,いいと思うんですけどもやっぱり何日かかけて飲まれると思いますんで、えー、僕らとしてはその入りたての、まあ、香りの、まあ、良さっていうのはあんまりこうフルでは楽しめなくなってしまいますからちょっと安くしているっていうだけで、えー、と3日目でも4日目でも僕は十分美味しく飲めると思います。でこののよその 他のお店とか他のユーチューバーの方とかがあの入りたてよりもそのねその何日か経った方が美味しいっていうことをやたら強調するっていうことについてはえっと思ってしまいまいすよね要するにそのハマコーヒーが出るまではっていうかあのこの鮮度のことをねえこう。 発信するまでは、やっぱり自家焙煎のお店でもそれほどこうね。焙煎日を書いてるお店は多くなかったわけですよね。最近はちょっとずつ増えてきたのかなというふうに思うんですけども、も要するに。まあこういう風うにこうね。僕らは発信していく中で、やっぱりユーザーというかお、お客さんの中にもやっぱりその焙煎日とか鮮度っていうことを意識して豆を買われる方が。 まあ増えてきたんじゃないかなというふうに思うんです。これは僕だけの活動じゃなくてね他のいろんなあのまあ同志というか同じような活動をしている人がいますんで、えー、そういういった人が人たちのまあいろいろなこうね活動によって、えー、まあまあ影響を受けたというかねあのー。 気づき始めたっていう方も多いんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、やっぱりこの今の時代ですね、いろんなところで情報がこう手に入りますんで、えー、僕らの言ってるような意見もですし、全く反対のね、えー、まあ言ってしまえばその。 まあ、昔ながらのというか、まあ、大手寄りのというか、まあ、そういう大量消費型のというかね、まあ、いろんな言い方ありますがあの賞味期限はね1年間ぐらい設けて、えーね、3か月とか4か月経っても大丈夫だよみたいな売り方をしているところの、えー、主張も、まあ、あるわけですけどもでそこにきてまあ、あのーね、いわゆる入り立てがいいとか鮮度が大事だとかいうようなう、まあ、言うたら僕らのようなこう主張も、まあ、こういろいろ入ってくると。 っていう中でいろろい試してみた結果、あやっぱり入りたてのコーヒーヒいしわと。で入り立ての直後じゃなくても、まあ、3日目4日目なんて今まで意識したことがないけどあ意識してみたら確かに3日目とか4日目とか、まあ、1週間ぐらいの間だと十分おいしく飲めるわって気づいていただくっていうことがこれ僕たちの、えーまあ、活動の目的であるわけですよ。ですので僕は「入りたて」っていうこの言葉尻をとってですねこれ入りりてよりも、 ね、何日か経った方が美味しいっていうようなこの何て言いますかねそ,そこを揚、まあ、げ足を取るというかねそういう動画を作っている人の,あの感覚としてはあ結構なんかその、ねえー、入り立てっていうことのイメージを悪くして、まあ、言ってしまえば入り立てハマコーヒーとか、まあ、そういうね鮮度重視派の、えー、言ってることは、まあ、間違いだみたいな風なあなまあ 公には言ってないですよ言ってないけども案にそういう風なこうな構成の動画の、ね、内容になってたりするんですよね。やっぱりそれだけ見る,見るとですねなんかあの世の中にはね入りたてのコーヒーが美味しいっていう人たちがいますけども、えー、いやそんなことないですよみたいな感じの動画なんですよ。 であのー、よくそういうエイジングとかその熟成をねさせるとかいうような言葉で、えー、何日か置いた方何日かどころかね何週間とか何ヶ月とかたったコーヒーの方がいいっていう人の,、まあ、その動画の作りというか共通点がですねありましてねえー、っと まあ入りたてのものに比べて何日か経ったまあ一週間なりね、何ヶ月かなりね経ったものの方がいいというその主張をされている方の動画のまあ共通点としては、そのグラフで表すとね、入りたてよりも香りがこう強くなってくるんだと何日か経つとね、それはまあそうなんですよ。入りたてって本当に香り弱いんでね、そこからこう強くなって、 てきてその後こういつかこう弱くなっていくんですね。弱くなっていくここをあんま言わないんですね。えー、っといや僕らはまああのー、これね個人の感じ方にもよるんで僕はあのー、もう10日か2週間とかもうそのぐらいでやっぱりこう香りが変わってくるもう劣化してくるんですよ。なのでそのあたりはもう僕だ僕らとしてはもうおすすめじゃないよっていうふうなスタンスなんですけど。 えー、もう何ヶ月も大丈夫みたいな言い方をしてたりするんですね要するにそのうんとねえー、飲み比べなんかをしてもですね入りたてのものと何日か経ったものと飲み比べてこれに比べてこっちの方が美味しいよねだから入りたてはあんまり良くないんだみたいなそんな感じにこう結論付けてる動画が多いんですけどもねそのあとは いつぐらいまで OK というかその人はいいと思っているのか、まあ、逆に言うといつぐらいから後のやつはおすすめではないのかということを言わないんですよねだから言えないっていうことなんですけども要するにその何ヶ月とか例えばそのお店をしている方であればあお店とかね会社の方であればそういう自分の商品があって賞味期限が例えば6ヶ月とか1年間とかいうふうに設けてる商品があったとしたら。 それ言えないんですよねだからいやうちはもう3週間以上はもうおすすめしませんみたいなふうに言っちゃうとどんどん首を絞めてしまうというか今まで自分たちが売ってたものを否定してしまうような人も中にはいるんじゃないかなというふうに思ったりとかまあいろいろね、えー、あるような気がするわけですよ。要するにそのこのまあ立場とか、まあ、そういったものがこう 言えないこことってててうのをなんかこう作り出しててですね動画で発信する内容って、まあ、言ったら言える部分しか言わないわけですよね。逆にそのそそのその人が何を言っていないのか言えないところが何なのかっていうことが非常に重要で、まあ、お店なり会社なりねそういうまあ例えばあまあわかんないですけどね大学教授とか、まあ、そういう,う 立場地位権威のある人が発信することって、まあ、これまあ政府とかもそうかもしれないんですけども言ってることの裏何を言っていないのかっていうところをこう見ていくっていうのがすごく重要になってきますんで、えー、だから言ってることはねまあそんなこと言うとあれなんですけどですので、まああのー、このエイジングについて動画を上げている方の 動画に僕の見解を聞かせてほしいということでですので見解としてはそうですねうんとまあ僕としてはまあそういう動画を上げることでまあ先の意識を持つ人が増えてくれるんで僕としてはいいと思います。まあその人たちのその立場上言えないことが結構あると思うのでその言えないことを。 言っていないっていう方が多いなと思うんで僕としてはまあ,あそれがまあなんて言いますかこう逃げというかねそういうふうな、まあ、自分の逃げのスペースをちゃんと作ってるなっていうふうに思ったりするんですけども、えー、だからまああのそうですね、うんえー、まああとは好みですからっていうふうに締めくくりますからね大体いいねあの皆さん好みなんであの直後の方がおいしいっていう人もいますしね。 私たちみたいに何か1週間とか経った方が美味しいっていう人もいますけどもみたいなふうに大体こう落としどころをつけるんですけどもうーんいやまあね、うんまあ、そう言われるとそうなんですがうーんじゃあ何のための動画やねみたいなふうに思ったりもするわけですよねいや俺はこう思うてってズバッと言えばいいやんみたいなねそれだけでいいやんとか思ったりするんですけどもうーんはい。 いいややまあこんな感じですかねいやもう本当、ね、言ってしまえばまああの人の,、ね、人のを好き嫌いもいろいろあるじゃないですか人ってそのいわゆる異性ですよね、えー、男であればまあ女性の好みみたいなのもいろいろあって、ねえー、身長が高い人が好きな人もいれば低い人が好きな人もいるし若い子が好きな人もいればちょっとね、えー、まあ熟女というかあお年を召した方が好きという方も いてますんでままあそれはまあそれぞれれはぞ好みですよですからあのいろんな人がいろんなコーヒーが好きな人がいていいんじゃないかと思うんですがまあそうですね多分結構皆さん皆さんそれぞれのポジションで、まあ、頑張っているんじゃないかなというふうに思います。はい、だから僕としてはねもうそういう動画を上げていただくことでまあその動画を見る方 そのね視聴者の方が今まで全くこの鮮度に興味がなかった方が鮮度に興味を持つきっかけになってくれるんで僕としてはもう自分の土俵に上げてくれてるんで何より何よりなんですよ。ね、えー、そういうことであの皆さんご協力いただきまして本当にありがとうございます。僕は、ね、鮮度のの、えーまあ、価値観っていうのを この、ね、世の中にこう普及させるためにこの活動をやっておりますんでね、えー、まあそういう方がねいろんないろんなポジションで全然大丈夫なんで、えー、入りたてがいいだとか入りたてから何日後がいいだとかもうそういうことをバンバン上げてもらえるとそれで僕はもうあの万歳万々歳でございますんでね、えー、皆さん本当にありがとうございますこれからもねあの、えー、エイジングについてとかね、えー、鮮度のことについてね、えー、皆さんのえー、っと まあ、価値観で構いませんので、どんどん動画を上げていただければなという風に思っております。はい、もう焙煎の動画とかもね。あのー、ね、大歓迎でございますんでね。はい、ということで、今日はあのーえー、まあ、あのちょっと質問者のご質問にお答えさせていただきましたが、まあ,あのそういったことです。他に。 コメントとか何かもしあればあのコメント欄の方に書いていただければというふうに思います。ということでご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。